リラクエの船澤です。ご視聴ありがとうございます。本日はこちら、足腰膝の痛みを治す自力整体法という本を参考に、手が疲れない足のマッサージ方法をご紹介します。まずは足裏のマッサージから始めます。足の裏を反対の足で踏みますね。そしてこのように肩の部分で足裏を踏んで刺激します。でこのように膝を回すことでより骨盤に刺激を深く加えるようにします。で今ここの土踏まずの部分を踏みましたけれども、もう一点押すべき場所として有線ですね。ここが有線です。向きを同じにして踏んで刺激します。後ろを壁にしておくと押しやすくなります。バランス感覚も鍛えられますね。筋肉も、足の筋肉ですとかお腹の筋肉ですとか使われますので、運動不足な方もおすすめですね。またですね、こちら踏んだ状態で踏まれてる側の膝を持ち上げることで足の甲を伸ばすことができます。なるべくこの持ち上げた膝の方に顔を近づけるようにするとよく伸びますけれども、痛い方は無理しないでください。この踏んでる側の膝を前に出すことによって今度はアキレス腱を伸ばすことができます。腹筋が引き締まりますね。下が硬いと痛いので何か敷いて柔らかくした上で行ってください。次はアキレス腱のマッサージです。正座をした状態からかかとを外側に開いてお尻を少し上げて、このふくらはぎからアキレス腱、足首の部分ですねを
内側から外側にねじるようにして揉みます。横から行いますね。こういう形ですね。アキレス腱をほぐしておくことは肩こりや腰痛の予防改善にもなります。アキレス腱は縮みやすく凝りやすいところなので、このようにほぐします。この手のひらの特にこの部分ですねを使って、両側一度にやりづらい場合はこうやって片方ずつでも大丈夫です。後ろから行います。内側から外側にねじり出すようにお尻を上げて擦れていきながら押し出す感じですね。膝が痛い方は無理なさらないようにして、きつい方はこういう形で片側ずつ行っても大丈夫です。内側から外側にこう手の重みというか体の重みでねじり出すような絞るような形ですね。気持ちいいくらいに、指先はほとんど使っていません。ここがグッとなる感じなので、押す形なので、手指が疲れるということはほとんどないかと思いますね。ご参考になりましたでしょうか。ありがとうございました。